立候補したのは届け出順に自民党新人の山本圭介さん、日本維新の会新人の山田真美さん、NHK 党新人の大熊和人さん、共産党新人の安江彩子さん、立憲民主党新人の白川歩さん、政治団体参政党新人の尾形彩子さんの6人です。岸田内閣は物価上昇のその状況に対して既に対策を打っている。これからその効果が出始める。県民の国民の声を聞いてしっかりとした的を射た施策を国から引き寄せてまいります。自民党の山本圭介さんは新型コロナウイルスの影響で疲弊した経済や産業を支え、人口減少対策や暮らしに目を向けた政策を推し進めると強調します。若い方が経済的な不安や家計の負担をなく安心して子どもを産んで育てることができる、そういう社会づくり、本当に先送りせずに今すぐ始めてはいかなければいけない政治の重要な課題だと思っています。身を切る改革で地方から政治を変えようと呼びかけるのは日本維新の会の山田真美さんです。女性が子育てをしながら働ける環境を整えるために母親目線の支援策が必要と訴えます。経済政策、金融政策を良くしていきたいと、 NHK の構造改革をしたいと、デジタル革命における世界の潮流の乗り遅れという日本の経済事情にあって、それを回復していかなければならないという必然性があると思いました。 NHK 党の大熊和人さんは NHK の改革やデジタル都市のデジマ特区構想を掲げています。デジタル技術の推進や外貨を稼ぐ経済の仕組みを作り、長崎を活性化させたいとしています。ロシアによるウクライナ侵攻を受けて防衛がクローズアップされる中、憲法改正や核共有が必要との議論に強い危機感を示すのは共産党の安江彩子さんです。軍事ではなく中条をもって日本ができる対話の外交、ここをご一緒に大きく広げていきましょう。賃金を上げていって安心して暮らせる、そういう社会にしていきましょう。ウクライナの情勢、そしてこの円安による物価高、私たちの暮らしは大きく傷んでしまいました。最低賃金をこの長崎県でも1000円以上に上げていく、働く人たちの流した汗が報われる、そんな社会を作ってまいります。立憲民主党の白川歩さんが掲げる政策の柱は国民の生活を守る生活安全保障、物価高対策や教育の無償化といった子育て支援策の充実を訴えます。私は一人でも多くの方に選挙に参加していただきたいと思っています。今回多くの方に投票、選挙によって私たちが動くことによって国を変えていけるんだっていう実感を持ってもらえる、そんな機関にしたいんです。政治団体参政党の尾形彩子さんは少子化や人口流出など課題を抱える県内で半導体などの成長分野を伸ばして雇用を生み出し、安心して暮らせる街を実現したいと訴えます。